村田角子横浜市の町福院に出家し、村田里出身となった頃、浄土で流発の二層は村田が最初。村田角子4月16日から1969年7月26日は、日本の舞台女優、東京府江原郡品川町北品川出身、村田角、村田角とも名乗る、歌舞伎役者の三代目尾上香かに、重郎の妹、実家は、 松本屋という坂問屋だった。父は素人ながら、義太夫の名人で、各子や兄弟たちは幼い頃から、長唄や日本舞踊に親しんだ。そのためか、兄は、歌舞伎俳優に、各子と妹二人は女優になっている。川上貞役子の帝国女優養成所、後の帝劇附属儀芸学校第一期生。卒業後は、帝劇専属女優となり1909年。 よりともの自助がみ役で、初舞台。帝劇落とし、よりともで、初舞台。翻訳、新作劇を幅広く手掛け、東十郎の恋のおかじ、幻想とヤギ日のヤギ日など。帝劇閉鎖後は、小竹のシンパに加入し、井上演劇道場にも参加する。森律子と共に、歌舞伎劇や女優劇で活躍した。また明牢新劇座を結成し、神パで活躍。後、 フリーとなる。昭和31年、霧座の名跡四代目霧長霧を名乗る。東方芸能学校講師。1969年に死去、去年76、元行寺に墓がある。妹に、かつて帝劇女優であった、村田美子、村田武子がいる。1929年に閉鎖された帝劇の女優だった、森律子、村田角子、初瀬奈美子。 安ズ秀子らは、尾上倍バ松本幸四郎らと一緒に、松竹入りしていた。これら10人の元低劇女優は10年間は、低劇時代と同じ条件で雇うとの松竹の約束ではあったが、1934年8月21日に、元低劇女優出演の映画が振るわないことから、破棄、専属からフリーランス制となった。9月12日には1年後に、 フリーランス制とするとの通知が10人に届いている。ありがとうございます。